こんにちは、佐々木です。本日はラクマ U パケットの発送方法、こちらを、紹介させていただきます。はい、この動画では視聴者様からローソンから U パケット発送する方法わからないってことで連絡がありましたので、ぜひね紹介させていただきます。はい、まずですね、こちら発送する封筒ですね、まあ、こういった感じですね。はい、まあ、こういった風にですね、何も書かないので封筒だけにしてください。はい、でローソンに行きまして、ロッピーですね、ロッピーのこの真ん中のボタンですね、ここを押してください。はい、そしてこういった画面が出ますので、ここですね、閉じる、ここを押してください。はい、そうしますと、こういったようにですね、バーコードスキャンって出ます。これはですね、こう見ていただくとですね、はい、で、こちらですね、これは iPhone の画面ですね、 U パケットのラクマの画面で、ここですね、ここをこちらの風に押してください。はい、そうしますと、こういった画面が出ますので、これですね、発送サービス。で、ここを押してください。はい、そうしますと、こういった風にですね、バーコード出てきますので、これをレジに持っていってください。はい、でレジに持っていっていただきますと、こういった風にですね、まあ、これが U パケットの、ね、発送方法です。こういった風にもらえます。で、これに、まあ、こういった風にですね、入れていただいて発送です。はい。で、これ3枚ね、ABC ってありまして、3枚入れて、で、これをレジの方にね、渡していただければ、それも発送になりますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。まあ、非常に簡単なので、ぜひね、試してみてください。はい。はい、LINE 登録します。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube か質問に受け付けてません。LINE の登録によろしくお願いします。本日は、サイミティいただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。